李博氏は中国の宗教家、法輪功の創始者、中国吉林商工主霊師出身、1992年に法輪功を設立、1996年よりアメリカに移住。法輪功によると創始者の李博氏は、1951年に吉林商工主霊師の知識人の家に生まれ、4歳から1人目の 師匠に仏教を12歳から2人目の師匠に、道家の伊佐や貴公を1972年から3人目の師匠に、内尾三公を1974年から4人目の師匠に、仏家の行為と広報を学んだとされる。さらにその後も、複数の師匠に指示し、心力を身につけたりは、1984年から1989年にかけて、 国内外の気候流派を吟味し、それまでに身につけた法輪を治む普通王法を気候修練に時間を費やせない現代人に合わせ改変した法輪功を築いたとされる。1989年に数人の弟子に法輪功の教えその効果を確かめたりは、1992年に中国政府が主催した東方健康博覧会に参加し、 大会総責任者の李助賞と総顧問の驚愕等とから高い評価を得た。翌年の同博覧会で李は組織委員会の一員となり、学際科学進歩賞、特別金賞及び歓迎される気公子の称号を得た。なお、以上はな1999執筆当時の法輪功のウェブサイトに掲載されていた理の経歴であり、理についての他の証言には、 1972年頃から人民解放軍の株団に所属しており、そこで出会った女性から気候を学び始めたといったものもある。なお、ィの青年月日は、法輪校のウェブサイトには、釈迦ニと同日の印歴4月8日にあたる1951年5月13日と記されているが、出生時の戸籍や1980年代半ばの個人身分証明書によると、 翌1952年の7月27日である。その後、コネを使って、証明書の青年月日を変更されたとされる。中国政府は後に、この点を非難したが、李は、文化革命期の混乱で証明書が誤っており、戸籍当本に基づいて修正しただけであると、反論した。しかしこれに対し中国政府は、訂正の痕跡の残る戸籍投本を公開した。また、 中央電子代の番組において、李の出産に立ち会ったサンバが、李は1952年7月の生まれだと証言している。1998年に、李は特殊人材としてアメリカに移住している。白1999、P90 はこれについて、法輪功との全面対立を避けようとする共産党の意向を読み取ってのものか、あるいは、 新編の安全のためであると推測している。幕、国富、北京有事、1億人の気候集団、法輪校を追う新調者、1999年12月25日、ISBN4 から10から43万4001から4、ありがとうございます。